ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。